はい、こんにちは、タックチャンネルでございます。さて、今回の動画はですね、台湾のお土産、インスタント麺第2弾をお送りしたいと思います。前回ですね、マンハンダーさんネギ焼き牛肉麺を食べましたけども、あー、とってもね、ピリ辛で、そしてこう奥深いと言いますかね、レトルトの具も入ってとてもね美味しいラーメンでした。で、今回のラーメンはね、まあ前回の動画でちょっと出しましたけども、はい、今回はですね、こちらアンディアオジー麺を食べてみたいと思います。2015年の秋に大ブームになった商品です。当時はですね、品薄で買えないほど、その時にですね、旅行に行ったブログを見てみますとね、本当に買えたらラッキーというぐらい品薄だったそうです。まあ去年ね、行った時にはね、まあもちろん落ち着いて、商品はあったんですけども、でもね、他のラーメンから比べますとやはり売れてたなっていう感じがしましたね。そこだけね、品がなかったんでね、とりあえず3袋入りで145元だったかな。確かね、マンハンダーさんの3袋入りと一緒ぐらいの値段だったと思います。まあね、袋麺にしては高級ですけども、こちらもですね、レトルトの具が入っております。それではね、まず早速開けてみたいと思います。ちなみに作り方はですね、500ml 500cc のお湯で作ってくださいとのことですね。はい、中身です。はい、まず麺ですね、かなり細麺になっておりますね。マンハンダーツさんはね、結構ちょっとうどんっぽい平べったい麺だったんですけども、こちらはですね、かなりの細麺です。はい、あとこちらはね、粉末スープと調味油、調味油もね、結構なんか本格的ですね。そしてこのインスタント麺の特徴、ファンディアオ料理酒っていうね、これお酒が入ってます。これね、ラオチューなんですよ。確かね、15年もののね、ラオチューだったような気がします。こういうね、お酒が入ってるインスタント麺って僕ね、初めて見ましたね。もう料理酒が入って相当本格的なような気がしますけども、どうなの、ちょっと開けてみようかな。うわっ、おお、ね、紹興酒みたいな香りがします。すごいね。はい、そしてこちらレトルトの具です。それでは早速ね、作っていきます。はい、こんな感じになりました。うまそうです。すごくいい匂いがします。はい、それではね、早速食べてみたいと思います。もうね、めちゃめちゃ美味しそう、いい匂いがします。まずはね、ちょっとお酒抜きで、食べてみたいと思いますけども、いただきます。うん、うまい。なんて言えばいいんだろう。難しいね。白湯スープなのかな。うん。なんかやっぱりでも、日本にはない味だな。おいしい。はい、レトルトの具もね、このような大きい鶏肉が入っております。うん。おいしいね。柔らかくて。なんかちょっとシーチキンみたいな感じもしますけども、うん、いいね。じゃあちょっとね、ラオチューの方入れてみたいと思います。うわおお、お酒の匂いすごいな。これ食べた後って運転できるんだろうか。やめた方がいいかもしれないですね。うん、うん、全然違う。あー、でもすごくマイルドになって より味が深くなりましたね。深くなってマイルド、なんて言えばいいんだろう。このスープ、インスタント麺の
スープではないですね。結構本格的になりましたね、これ。あー、うまい。鶏肉もいいね。ちょっと今回ね、またあのネギの方トッピングしましたけども、いやー、なんだろう、ほんとこのスープの味って、なんかね、白湯スープに中国の醤油を入れて、さらにこう紹興酒、ラオチュを入れて、そんな感じですね。すごく深い味です。うん、でもね、全然しつこくない。あー、もっと買ってこればよかった。麺もですね、結構細かったので、2分ほどで揚げましたね。ちょっとね、写真とか撮ったんで、まあ、3分だとね、伸びちゃうかなと思いまして、うん、全然2分ぐらいでいいですね。うまいな。うん、このね、鶏肉の具すごく嬉しい。これ大きいっすわ。こんな感じね、結構大きいですよ。お酒入れると入れないとで結構味違いますね。肉にも味が染み込んでますね。このね、ラーメンの最後のね、ちょっとくずっぽいところ、そこがね、一番うまそう。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今回食べてみました、こちら台湾のインスタントラーメン第2弾でお送りしました、ファーデオジーメン。もうね、コクのある白湯スープ、そして香り高いね、紹興酒というかラウチュの香り、それが合わさった時のあのまろやかさと奥深さ、そしてね、そう、レトルトの具のね、鶏肉のね、柔らかさという中に染み込んだ味わい、いやー、美味しかったです。これね、またね、台湾行ったらね、買ってきたいなーというふうに思っております。Amazon の方でもね、売ってるんですけども、まあ結構ね、送料とかやるとお高いかな。なのでね、台湾に行く、身近にね、台湾に行く人があったらね、ぜひともね、こちら、ねだってみてはいかがでしょうか。いや、本当にね、美味しいインスタントラーメンでした。次回台湾何やろうかな。鶏肉つながりでね、チーローハの缶詰、前にね、僕のチャンネルで、ルーローハンの缶詰を買ってきたんですけども、今回ですね、チーローハンの缶詰を買ってきましたんで、こちらをね、紹介したいと思います。ということで、また。そして食後は台湾茶、今回はね、東方美人茶を飲んでみたいと思います。もうほんとね、紅茶ですよ、味わいは。すごくね、爽やかな紅茶という感じです。